答えが始まりました。はい。はい。こてつちゃんね。さあ、今回は、ものすごく久しぶりに、パシさんにおいでいただきまして。お久しぶりです。はい。いや、もう本当に、今、みんなどうしてるんだと。時々コメントが来ますよ。パシさんはどうなんですか？僕の動画に来てもらったらどうしてるかは大体。そうそうそう。はい、同じことしてます。はい、変わらず。変わらず、仕事から帰ってきて、料理を作って、はい。食べる。食べるっていう。まあ、その、人の生活をしてますよね。そうそうそう。人間が誰しもやる生活をしてるっていう感じです。それをやってて、まあ、生きているんですけど。え、あれはもう固定の位置があるんですね。帰ってきた時。ああ、まあ、これで一つでやってるんで、毎回、こう、いろいろ移動させて撮ってます。あ、つまり帰ってきて、カメラ置いて帰ってきてる。まあまあ、そうですね。こんなとこでやらせばっかり。そこは仕方ないかなと思って。そうそうそう、まあ、しょうがないです。それはしょうがないです。そういうので今やってるんですよ。はい、もうだって全然ね、暮らしていけると思う。そうですね。バイトもしてるんで、バイトプラス動画収益で。そうそう、動画の収益も全然大丈夫なんで。まあ大体わかるんで。あ、大体そうですよね。森です。大丈夫、はい、もう全然生きていきます、パスさん。はい。今だから貧乏なふりしてます。いや、まあまあまあ、まあ、月収とかもともと14万って言ってたんですけど。なくしましたもんね。なくしました。最近、もう、さすがにそれはないですからって言って。そうですね。はい。ありがたいです。なってるのも、はい、まあ。僕はちゃんと言った通り絶対大丈夫だって。ああ覚えてるか分かんない。そうですっけ。はい。すいません、すいません。お墨付きいただいてたっていうか。そうそう、絶対大丈夫です。はい、僕が一時期食べる動画やってたじゃないですか。ああ、やってましたね。コロナとかの、はい、の時期に。はい。やってて、絶対もう需要はあるって。そうみたいですね。はい、僕もやり始めて意外と食べるのを見てくれるんだみたいな。だから絶対大丈夫だっていうのは分かってたんで。でもなんか食べるとこ、データ見たら食べるとこだと落ちるんですよね。あ、作ってる方が。作ってるとことかが、はい、まあよりあれでしたね。なるほど。はい。食べるとこ落ちちゃうんで、あんまり、おじさんの食べは、僕の場合は見てられないのかもしれない。食べ方の問題なのか。あ、だって別に喋んないじゃないですか。喋んないです。後から吹き込みなんですけど。そうそうそう。まあまあ、そっか。そういうのももしかしたらかもしれないですけど、そういうので暮らしていって、一つ、もっとこう、跳ねる方法としては。はい、あ、さらにこう、はい、金言みたいなのいただける、はい。そうですね、はい。生配信です。あー、それ僕、ちょっと考えたんですけど、はいはい、ちょっと勇気がなくて。そうそう、やってないじゃないですか。はい、生配信って言ってもどういう。だって今、子供たちから大人層が増えてきてるはずなんですけど、はいはい、絶対に、はい。ですよね。普通に考えて、あの、そうですね、テイストになれば。ああ、そうですね。僕の視聴者、はい。視聴者が大人に変わるじゃないですか。はいはい、そうです。なんで、大人に変わったら、大人は今までと違ってですね、はい、スパチャだったりとかできる人がたくさんいるんで。あ、そういうことですか。すごいリアルなアドバイス、ね。リアルなアドバイスです、やっぱり、はい。今までね、いらっしゃったじゃないですか。受験を応援する。あ、お客の、はいはい、いらっしゃいましたか。いらっしゃいましたけど、はい、一部の方しかなかったと思うんですけど、はいはい、ここからは、たくさんの方が。そこは大人の方が、はい、見ていらっしゃるという。はい、ということなんで。で、生配信で食べればいいんです。ああ、そういうのもある。で、YouTube の生配信って僕あんまり、自分勉強やってましたけど。そうそう、勉強配信やってましたけど。あんまイメージわからなくて、あれやっていいんですか？動画の数値とかに影響しないんですか？生配信とかの。はい。生配信って言ってもなんかそんな見てもらえないじゃないですか。うん、アーカイブ残すとかもあるかもしれないですけど。うん、いや、生配信ってやってる時ってずっとどっかにおすすめとして出てるんですよ。生配信中は必ずどこかに出てるんで。じゃあ宣伝みたいにもなってる。そうです、そうです。新たな人を入れることができるんで。はい。なのでそこで食べてる。なんだこの人食べてる。コンソーが食べてるよ。いや、すごい、いいアドバイスかもしれないです。という、はい、まだ大丈夫です。やりようはいろいろあるということですね。ただやっぱりこの、はい、いずれは飽きられるっていう時がみんなやってくるんで。いや、それは僕は常に思ってますね。それをこう、はい、マイナーチェンジいろいろしていかなきゃいけないんで、うんうん、そこのコアファンをつけるのに生配信はいいんで。すごい。これは貴重な。はい。この YouTube 塾ですね。そうですね。一応ね、コンサルやってますから、はい、これ。コンサルもやってる。はい。それすいません。無料で、こうやって、させていただいて。はい。公にやってる。公に、そっか、そっか。皆さんもこれは、聞いた方がいいです、はい。あと、グッズ作った方がいいですよ。たくさんもグッズ。あグッズ。たわしグッズは絶対売れます。如実に金儲けちゃっとしてる感出ないですかね。いや、でも、はい。そう、いや、いつ開けられるかわかんないですから。あ、今のうちに。でも一回考えたのは、はい、調味料みたいなのを考えたんですけど、あ、はいはい、ただそれを作るのは大変なんだろうなっていう感じで、まあまあまあ原材料がかかるんですからね。敗北生活っていうので敗北の味っていうのでなんかソースとかなんか出せたらいいかなと思ったんですけど、ちょっとそれは現実的じゃないかなと思って、まあ、できはします、全然できはしますけどね、大量に在庫が大変なんで、その辺もやっぱり生配信して、はい、
やっていかないといけないんでっていう感じで子供の視聴者層はいなくなったと思うんで知らないと思うんですよ。うちの視聴者たちも知らない。まあ、大人向けが最近は増えてはいるんですけど、はい、で藤川天が出るといきなり子供たちがバワッと。ああ、じゃあちょっといろいろこう混ざり合ってる感じですね。そうですね。まあ、今ショート動画ネイティブ出てるんで、ネイティブとのやりときがほとんど。そうなんですね。まあもうじゃあ本当にでもそうですよね。森手先生のチャンネルもいろいろ変化させて、はい、どんどんですね。はい、じゃないとやっぱ続かないんで、ちょっと今どうしててっていうのを今聞いたんですけど、はい、東大受験すんのかよっていう。いやいや、東大受験でも。いっぱいいっぱいね、もうすごいいっぱい来てるんですよ。未だに、星さん、もう暮らしていけるようになったらしいですよ。これで東大受験ですね。生活費たまったから東大受験ですね、みたいなのが、未だにコメントで来ます。未だに。はい。1ヶ月1回ぐらいは来てます。すごいね。東大受験すごい引きがある。最近 YouTuber のヒカルさんもね、そうそうそう、やり始めたじゃないですか。やり始めて。武田塾さんとかと。そうそうそう。やってますよね。うん、だからまあ、いわゆる、去年だったら河野源と。ああ、そうですよね、はい。やられてましたよね。河野イズムでやってて、はい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 、ちょうどやってる時に、はいはいはい、話して、ちょうど YouTube のイベントであって。あ、そうなんですか、ね、はいはいはい。で、受験生たちの応援メッセージも取ってもらったんですけど。へ、はいはい、なんで、その辺のこともやったり。みんな気になるんですね、東大受験は。で、それが、今回はね、ヒカルさんが。ホリエモンが出る。まあもともと僕も電波少年とかあっての何年か後の、そうです、はい、流れだったんでね。何年か後に来るって、まあ、最近ちょっと連発じゃないですか。はいはいはい。ドラゴン、ホリエがありの。はい。いろんな東大企画ありますよね。東大企画はまあね、ラサール石がやったり、カスカさんがやったり。はい、いや、ラサール石さんもやってたんですけど。ラサール石をずっとやってますね。あの人は番組でやり始めたんでしたっけ。番組じゃなくて、自分で一人でやってた。やってて、追ってる番組があったりとかもありましたけど、ね、大田さんとか。あ、そうか、春日さんもやってましたね。受験企画自体、ナイナイの岡村さんだったり、ロンブーの淳さんだったりとか、いろんな人がやってはいるんですけど、小倉優子さんもやったりとかね。今になると、あれ芸能人やるの無理ですね。そうです。東大無理ですね。半年かそこか、1年あったとしても、1年で芸能人がプラッと勉強をまた始めて受かるのは無理ですね、結構。そうですね。甘いもんじゃないっていうのは分かると思うんですけど、はいはい、そう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 。だから企画としても、最後の受験のとこバンって伸びるんですけど、それ以外のとこ伸びないんで、あ、確かに。僕が番組出てる時もスタッフさんは苦労してましたね。絵面が変わんないから、ずっとこう勉強してるだけだから。そうなんですよ。イベントごとを起こさないと、受験企画ってうまくいかないんで、大変だと思うんですよ、そういうのって。確かに。最初は最後だけだ。最初と最後っていうか。そうそうそう。だからヒカルさんとかもね、はい、大変だと思います、この後ね。どういうシーン見せるんですかね。そう、視聴者の方は勉強興味そんなにないです、ね。そう。内容面のところで。模試の結果とかぐらいしかね、やっぱないんで、どうやって見せていくのか。エンタメっぽくなったらなったら勉強しろみたいなこと言われてる。そう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 。だから、これから僕はヒカルさんとかには期待して、どんな感じになるかって思ってるんですが、はい。高橋さんは、はい、受けるんですか。いや、まあ、ジャッジメントさん、最後って言って出てた。最後と言ったんで。ジャッジメントも最初で最後になりましたけどね。一人じゃ。僕の責任重かったね。まあ、大橋さんというよりは、はい、制作会社との中での揉め事。なんかいろいろあったんですね。そうそう。僕はだって大橋さんがね、泣いてるからもうすごいいい絵が撮れたと思って。まあまあまあ、泣いたと、あれはね、ベテランさんに詰められて泣いちゃったっていう。はい、あれはすごいよ。情けない話、問題も解けずに言葉でも何も言い返せずに、そうそうそう、はい、それで、あの編集されたやつが十何分ぐらい動画になってたから、はい、おわいっつって俺らが怒って、あ、そうなんですね、いろいろあったんです、ね、松村さんすごい長い時間撮ったから、はいはい、やっぱ40分ぐらいの動画になるのかなと思ったらコンパクトに、そう、20分以下になっててギュッとされてワンコーナーやんで、そうか、そうか、まあ、じゃあ東大は最後でっていうのは、そうですね、うん、まあまあそんな、なるほど。でも他も結構来てましたよ。東大じゃなくてもいいんじゃないかって。あ、大学ですか。大学行かないのかみたいなのは来てます。まあそうですね、まあ東大、まあ、大学、そうですね、まあ、まあすぐにそういうことは全く考えてないですね、うん、今はとりあえずお金をね、うん、まず安定させなきゃいけないと思ってるんで。なるほど、はい。その今そのちょっと多少安定してきたからといって、先ほども森先生ね言っていただきましたけど、長く続くもんじゃないと思ってるんで。そうですね、安定する仕事じゃないですかね、全然、はい、お金を安定させなきゃって YouTube 全然安定しない。なんかバイトもしてますし、そこをどうにかしないと、休止して勉強ってなっちゃうとまた同じ生活になっちゃうんで。そういうんで、じゃあ別に他の大学も考えてないと、はい、まあ今のところは考えてはいない。でもいつも AKQ 受けてるじゃないですか、はい、
はいはいはい、はい、あ、間違えました。有機 いつも落ちてるじゃないですか。そうです。あれはなかなか勉強に避ける時間が作れてなくて、はい、まずやろうともできると思うんですけど、はい、ね、落ちてますね、うん、今3回落ちてて、そうそう、次4回目受けて、はい、国家結果どうなるかっていう。まだ2次に進んでないっていうね。まだ2次体験してないですね。いつもあのどこで受けますかとこだけちょっと迷って、確かあれ中央区と池袋かどっかだったかに書いてあって、うん、どっちにしようかなとか言ってるけど、一回も決まったことない。まあ、そうなんです。一級はね、SCBT ないんでね。一日受験がないんで。あー、なるほど。一日で両方やるパターンがあるんだ。その、準一級はできるんです。なんか3級とか昔受けた時にそんな感じだったけど、学校で受けた気にしますか？学校で。あー、そうです。それだいぶ昔。今、コンピューターで受けるんですよ。あ、3、準2、2。順一は全部コンピューター受験で1日でできるんです。へー、はい、あ、それいいですね、はい、なんでそれをできれば本当はいいんですけど、1級はないので。1級はないです。かたくなに1級にこだわってますから、はいはい、そうなんですよ。1級に11級受けて向かってない、まあ、だからちょっとライティング力と、まあ、スピーキング力を同時に上げてやっていければいいと思うんですけどね。ちょっとじゃあ久しぶりに、はい、次回の動画では田橋さんの学力チェック。ああ、久しぶりっすね。はい、もうどんだけやったか、今まで。レギュラーメンバーでしたから、やってたんで。今は何ですか？今は、何でしょうね、はい、本当に。アネックス。別館。別館？アネックス。あ、1級でやりました。デタタンでやりました。そう。はい。そうですね。アネクセーションとか、あるじゃないですか。併合とかっていうのとかね。アネックスで覚えてます。アネクセーションは、アネクセーション。投資。はい、あの、名詞ですよ。エーションだから。アネクゼーションじゃない、ネーションです。はい、あ、そうだけです。あ、まあ、はい、はい、まあ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 、そういうのなんか、じゃあちょっと次回の動画でいよいよ田橋さんの英語力大丈夫なのか見ていきたいと思うので、そちらも見ていただければと思います。ありがとうございました。Thank you for watching。